少し肌寒いですが、さあいよいよキックオフです。両チーム相手の出方を伺っているようです。誰に合わせるのか、キラーパスになるのか、体を入れてきます。さあここからどう攻める、ナイスファイト、オフサイドの網にはかからない、これはちょっと危険なプレーでした。果敢にスライディング、ゴール、マーベラス、スーパー、ビューティフォーゴール、素晴らしいゴールです。スロー VTR でご覧ください。ヘッドでつないで、危険なタックル、ここは集中どころでしょう。スローイン、抜かれた、中に絞ってきた、ヘッドでシュート、スペースを使う、スローインです、いっけいっけ、ドリブル、流れを止めた、ヘッドでつないで、危ない、おっと反応できませんでした。
ドでつないで、スライディング、キャッチできない、ができている。おっと、前半終了の笛です。後半開始の笛です。さあ、ここからどう攻める。出た、しかしバーを越えました。これはミスキックですね。エリアの外から狙った、ヘッドでつないで、いいパスが出た。スローイン、ヘッドでつないで、これは危ない、中へ上げた、合わせた、おっと奪った、シュート、交代する選手がピッチサイドで準備運動を始めました。さあ、できた、ファーサイドに上げた、ハイボールを競り合う、危険なタックル、
もう一度見てみましょう。ねじ込んだ。まるでボールを持った仮面舞踏会。オフサイドの網にはかからない。ボールを囲んでいきます。両チーム素晴らしい集中力です。放り込んできた。ボールが宙をさまよう。ここで笛です。延長戦に突入します。延長戦前半キックオフです。ナイスファイト。合わせた。スペースを使う。ここで折り返す。簡単にスライディング。さあここからどう攻める。延長戦前半終了です。延長戦後半開始の笛が鳴ります。キラーパスになるのか。一進一退。シュート。外してしまった。これは決めなければいけない。ヘッドでつなぐ。一旦サイドチェンジ。よく見ています。最後のところで崩せない。スローインです。
延長戦後半終了まであと5分。攻めきれない。スローイン。スライディング。ここで延長戦終了の笛です。 PK 戦になりました。1ポイント選手です。1人目外してしまった。2人目高くねじ込みました。2ポイントリードです。2人目難なく決めます。1ポイントのビハインド。3人目確実に入れました。3人目慎重に決めました。1ポイントのビハインド。4人目スタジアム全体からため息が漏れます。4人目大きく一つ息をして助走を決めます。難なく決めます。1ポイントのビハインド。5人目スタンド全体が息を飲みます。慎重に決めました。120分間と互角に渡り合いながら PK 戦で2ゲームを得ました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？